つぼこうと市長某日長房は五感の奉仕。助南軍の出身であるが、生没年を含めて五冠時代の人という以外の、おおよその生存年代も不明。当初は、とある市場の監視役人を務めていたが、市場の監視老城から市中で、売役店を構える、たくせんのつぼこうが日没時に店先に吊るしたつぼに飛び、入る姿を目撃したことから、つぼこうのもとを訪れたところ、 自分の秘密を目にしえた日に感心したつ公に、連れられて、つ中に入り、そこに立つ荘厳な御殿で、美子加工の教養を受ける。その後、つ公から、ルタクも終わって、人間界を去ることを聞かされると、自分も、先導を学びたいと思い、つ公の教唆によって、青竹を自身の身代わりに仕立て、意思を装うことで家族の元を去り、つ公について、三山に入り修行する。 修行は、はじめ虎の群中に留め置かれ、ついで今にもちぎれんとする縄に吊るされた大石の下に、身を横たえるといった内容で、共に成果を収めるも最後に三匹の虫がうごめく、匂いえな糞を食すよう求められて、ついに乗船を断念し、坪坊から地上の大神を支配できる一貫の五譜を授かって、帰京する。なお、山中での修行はわずか十日ほどであったが、 地上での実際月は10年以上を経るものであった。帰郷後は治病に従事したり、壺孔から授かった五符を使って、東海地方の水人である、東海国や、人間に化けたすっぽんや狸を懲らしめる塔、社交や、あらゆる鬼神を、私役懲罰し、また、地脈の伸縮を自在に操る能力を有して、瞬時にあてに赴いて寿司を買ったり、つ日の中で、数千里を隔たる。 複数どころを往来したりしたが、後に五夫を失ったために鬼神に殺された。信頼の勝行は竹を自身の死体に見せかけた日を、鹿か海戦の例に挙げている。ありがとうございます。